現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。おはようございます。ナビゲーターのしのぎです。おはようございます。ファイナンシャルプランナーの藤井です。しのぎさん、はい、あの、はい、アイドルの朝のあれじゃないんだからアイドルの目覚めの番組じゃないんだから、寝起きドッキリじゃないんだからやめてもらってもいいですか。はい、申し訳ありません。いや藤井さん、今日はいはい、いや、まあ、こんな感じでお届けしてるんですけど、はい、先ほど、はい、あの資産構築 1.4 倍運用術のウェビナーが終わった後にこのポッドキャスト収録がしてますけど、はい、もう打ち上げも一つ終わって、そうですね、もう私酔っ払ってますけどいいのかなと思って藤井さんが泊まってるちょっとホテルで、はい、あの収録してるんで、ちょっとあの大きい声で出せないっていうので、はい、やってみたんですけど、いや、お疲れ様でした藤井さん。ありがとうございました。いや、本当にお疲れです、はい、いや、疲れましたね。今日なんか朝一からずっとなんか本当にコンビニで高速っていうか、はいはい、そのこっちがね、あの僕が普段住んでるとこから今いるとこって100キロぐらい離れてて、あ、そうですね、でそのコンビニで眠すぎて、はい、コンビニであの泊まって30分仮眠取った以外ずっと予定が入ってんなと思って、おすごいタイトなスケジュールでやってますね。いや、普段は暇なんですけどね今日なんかこういう時に限って忙しいみたいな。そうなんですよ、ありますよね。はい、でもね、あの総勢どうだろう、多分マックスで160人ぐらいの人が、ああ、そうでしたね、ウェブセミナーにアクセスしていただいて、はい、登録ベースだと280ぐらいの、すごいですよね、ね、1回のそういう、まあ、言ったらウェビナーっていう形ですけど、はい、セミナーで言ったらその100何人とか、まあ、200人近く前にそう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 お話ししてるっていうことですもんね、うん、顔が見えないんでね、なんか普段通り楽しく、はい、結構ラフな感じを、ね、我々の師匠の久保さんとね、あ、そうですね、楽しくやってましたけど、本当にでも冷静に考えたら100、うん、常に130人から150人ぐらいの視聴者がいたんで、はい、なんかそれも多分全国各地ですよね。そうですね、うん、私たちの方がいらっしゃって、あ、だって全然会ったことない人の名前ばっかり出るし、そうですよね、なんか不思議だなと思いながらね、ありがたいですよね。本当にありがたくて、うん、でも面白かったですよね。いや、まあ面白かったですね。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。もうちょっと酔っ払ってますけどね、ごめんなさい、はい、で、あのすぐに反響もあったみたいですよね、うん、あ、そうなんですよ、やっぱり LINE から登録しようと思いますとか、はい、はいはいはい、なんか普通のセミナーもね、対面のセミナーも行ってみたいですとか、うん、うん、もうなんか 4,5 件来てたし、はい、あとすでにこれやってる人もね、あ、そうですね、そのウェビナー終わってからっていうよりもセミナーの前に、うん、今日頑張ってくださいねとか、うんうん、家から拝見させてもらいますとかっていう励ましの、ね、LINE とかメッセンジャーもいただいて、なんか嬉しいなと、ね、なんかもう入ってる人も改めて内容確認したりとか、うん、そう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 、まあ多分ね、まともに今日結構ね、オフィシャルの話もあったじゃないですか。そうですね、はい、なのでそのオフィシャルの話を聞く人って多分多いんじゃないか、うん、多いのかなと思ってね、うん、ちゃんとこう会社の事業の内容っていうのを説明していただいた感じですもんね、うん、そうですね、そのお金が増える理由とかも含めて話してくださったんでよかったなと、はい、くださったというか、まあその特別ゲストをね、そうですね、お呼びして、これは参加した方にしかわからないんですけど、ね、はい、ミスター J さん、ミスター J さんという、はい、お呼びしてね、いや、パワーポイント使って喋っていただいたんで、わかりやすくて、はい、はい、まあ、僕も今回初めて、うん、あの J さんと、そうですね、あの、うん、J さんともですし、この 1.4 倍の、まあ、詳しい内容というか、うん、実際の事業で、まあ、それこそどうやってその1社資産が 1.4 倍になるのかっていう、うんうんうん、その辺も改めて聞けたので、まあ、そのね、そのいや、その原資がどっから来てるかっていうところもね、うんうん、まあ、お金増えればいいじゃんっていう人は別に増えるからいいんだけど、
不思議ですよね。不思議ですよね。うん、これ、まあ、このポッドキャストを聞かれてる方はまだご存知ない方もあ、なるほど、そうそう、いらっしゃると思うんですけど、うん、資産構築 1.4 倍運用術っていうのは、はい、僕自身はもう4年目になるのかな、うんうん、はい、で、このまあある事業なので、ある会社さんがやっていらっしゃるので、その会社自体はもう6年ずっとやってて、はい、でイメージ的に言うと、まあ、10万を運用資金として、まあ、準備できたら10ヶ月後に10万が、まあ、14万になる。そうですね、 1.4 倍になります。そうですね、まあ、細かい手数料とか、なんか消費税とかいろいろあるんで、正確には 1.4 倍ではないんだけど、うん、まあ、分かりやすく 1.4 倍、1.4 倍と、10万が14万、100万が140万、1000万が新野木さん、1400万ですね。はい、いや、これでもすごいですよね。すごいよね。すごいですよね。本当にすごいよ。うん、なんで、それが10ヶ月間でね、うん、まあ、なっちゃうっていう、なんか嘘のような、本当の話なんですけど。本当の話で、はい、実際、藤井さんもそうですし、まあ、僕もそうですしね、うんうん、今回一緒にセミナーさせてもらったその久保さんだったりとか、はい、まあ、そのミスター J さんも当然のことなんですけど、はい、あと、まあ、今回、ご参加いただいた、そのウェビナーにご参加いただいた方とか、うん、まあ、藤井さんの周辺の方とか、まあ、なんか400人とかでしたっけ、藤井さんの周辺で。いや、もうね、500人近くなってると思いますよ。誰一人その 1.4 倍にならなかった人はいないっていう、そう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 、ことですもんね。そうなんですよ。なのでね、うん、まあ、これが10年先も続くかっていうと、まあ、これ前のポッドキャストでもちょっと言ったかもしれないけど、10年先はね、これ世界の市場がどうなってるかっていうところも関係してくるので、うん、まあ、ずっとは続かないと思うけど、うん、それが明日明後日どうにかなるっていうのはちょっと考えにくいですよね、今日の話でもね。そうですね、改めてね、うん、うん、まあ、だからそのずっと続かないっていうところも逆にリアルで、うん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 、だから、まあ、当然その市場とか考えたりとか、その会社の運営を考えたりとかっていうと、はいはい、まあ、永続的にはできないかもしれないけど、今のところはそのできるチャンスがしっかりあるっていう、そう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 、うんうん、なんかその辺も、まあ、改めてちょっと今のうちにもうちょっとこうやっていこうかなと思ったりとか、うん、そうですね、ですね、うん、あとなんか今日思ったのは、まあ、割とやっやってる人も結構来てて、そのチャットで質問なんかもいただいてる質問自体がすごい、あ、この方は本当に今どうしようかやろうか考えてる質問だなっていうのと、割と最後の方はこうクロートのね質問が多かったりしたので、すでにやってる方がね、改めてそういうきちんとしたオフィシャルの場で聞けたっていうのは、ある意味意味があったのかなというね、ところで、はい、はい、感謝、感謝かなというところで、僕は氷結を飲んでるっていう、そうですね、今ね、ラーメンをさっきみんなで食べて、はい、という感じ、ビールも飲んで、はい、今、氷結で乾杯と。まあ、でも本当に良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと今日は藤井さん、完全な労働をずっとこなしてて。そう、幸せは不労所得、はい、皆さんには不労をねでお届けしたいけど、僕は完全労働なんで労働もしながら、はい、まあ、こうやって不労のね、不労所得の部分もしっかりと、まあ、好きなんでね、そう、それがね、労働という概念はあまりないけど、そうです、はい、まあ、多分好きなことをするっていうのはちょっとこう、はい、労働っていうのとまたちょっとね違う意味なのかもしれないですしね、うん、はい、うん、まあまあそんなこともちょっとあれです、非常に充実した一日でしたね、はい、おかげさまでありがとうございます、はい、あとね、昨日横の椎の木さんからチャットをいただいて、はい、藤井さん1200ダウンロードいきますみたいな、もう超えてますね、1200超えてましたね、1200を1300に近いぐらいなんですかね、はい、はい、1000、この前1000超えてね、はい、って言ったらあっという間に、そうですね、はい、ちょうど第12話で1000ダウンロードとかね、うんうんうん、はい、非常に、はい、喜ばしいですね、はい、で、ということで藤井さん、はい、ナイスフリーでしたかね、ナイスフリーで、ありがとうございます氷結飲んでる割にはしっかりとありがとうございます、まあ、1000回超えたということで、はい、以前ウェビナーを、はい、この不労所得の初めての不労所得の勧めということで、はい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 、ウェビナー開催しましたけど、ええ、1000回突破記念、はい、第2回目の、はい、そうですね、はい、ウェビナーを開催をぜひお願いしたいので、はい、
ぜひぜひ、それはいつだったっけ、はい、6月の13日でしたっけ。そうですね、6月の13日、水曜日の水曜日の夜21時9時から、はいはい、9時からと17日の日曜日の夜9時から、夜9時から、はい、この2回で、はいはい、またズームでね。そうですね、はいはいはい、これはなんか PDF をまたアップさせてもらって、うん、はい、そこからぜひご参加いただければと思いますので、はい、で今回 の、 その 1.4 倍資産運用セミナーですよね、うん、この内容もまたちょっとお話はいただけるんですかね。あ、もちろん、具体的な、ね、その内容も含めてですし、別にこれだけじゃないんで、うん、もっとたくさんあるんです ね、 そうですね。やっぱり、まあ、そうどうだろうね、一気に送り人とかになりたかったら一点集中で、うん乗るかそるか、超過半かみたいなね、うん、当たって一気に送り人みたいな、うん、俺が送ってやった送られる人みたいな感じでやることもできるんだけど、うん、まあ、資産運用の基本は分散投資ですからね、うん、やっぱり分散先を、ね、まあ、4、5件ぐらい持ってないと怖いし、うん、もっと言うとこの通貨の分散といってね、うん、最近その FP 相談に来られる方ももう本当に円しか持ってないんですよ。はいはい、やっぱでも多いですよね。まだ未だにそういう人多いんじゃないかなと。やっぱほとんど多分そうなんですけど、うん、あの国家予算のね、はい、ポイントって前も篠木さん見せたことあると思うけど、うん、はい、あれを読めば読むほど円大丈夫かみたいな話になるじゃないですか、うんうん、そう、歳入と歳出の関係とか、はい、国債のね、うん、ずっと吸ってる感じとかも含めて、なのでやっぱりそのポートフォリオって言ってね、資産配分が大事なので、はい、もちろん円も大事だし、うん、銀行預金も大事だし、はい、僕は米ドルを持つべきだなと思うし、あとはその暗号通貨も一部入れたりとか、その中に 1.4 倍も入ってくるし、はい、っていうのでね、やっぱりそういう話もしていきたいなと。そうですね、うん、じゃあこの楽しみですね。そうですね、はい、まあ、今日のこの氷結飲んでる藤井さんじゃないあの綺麗で綺麗の藤井さんも、はい、まだの本番の時は、はい、聞かせていただけるんじゃないかなと思うので、いや、でも篠木さん、はい、初めての出会い系セミナーはされないんですか。初めての出会い系セミナーはじゃあやりますよ。初めての不労所得の後に、はい、はい、初めての出会い系セミナー、そうですね、課外授業として、はい、残った人だけで、ちょっと無理がありましたね、今日の、ね、そうですね、ちょっとだいぶ氷結か、うん、かけようと思ったけど、かけきれなかった。肩掛けぐらいだったし、初めてしかかかってない。初めてまあ、ちょっとこんな感じちょっとグデグデになっちゃいましたけど、ね、はい、またね、皆さんと、はい、またズームを使ってね、ズームというウェブ会議システムというか、はいはい、無料なので、ぜひそれでね、はい、お会いしていきたいなと思います、はい、じゃあちょっと楽しみですね、はい、6月の13日 と、17日のそれぞれ夜9時から9時から、はいはい、また PDF でなんかお知らせできたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。藤井さん、本当に今日はもうお疲れ様でした。しっかりとこれから寝てください。もう寝ます、はい、おやすみなさいってね、皆さん今日朝か、はい、ではまた皆さんお会いしましょう。はい、ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。